市内の各小中学校、幼稚園が取り組む輝きプロジェクトを紹介するコーナー、伸ばせ子どもの力、輝きプロジェクト。今回は市立一市中学校が目指す輝きプロジェクトをお送りします。皆さんこんにちは、リポーターの大田美香です。さて今回の伸ばせ子どもの力輝きプロジェクトでは、一市町高野にある一市中学校が目指す輝きプロジェクトについてご紹介していきたいと思います。輝きプロジェクトとは、市内の学校や幼稚園が長年培ってきたそれぞれの良さに磨きをかけるもので、取り組みを進めるにあたっては、地域の特性を生かし地域と共に取り組むこと、全職員が共通理解のもと継続的に取り組むこと、取り組みの様子をさまざまな機会を通じて積極的に情報発信することの3つを柱に、さまざまなテーマで実施しています。知りたい、やってみたい、できるようになりたいと、子どもたちが意欲的に学習に取り組み力を伸ばすことを目指しています。今回は自ら実践する力を備え、他への思いやりの持てる心豊かな生徒を育成するを学校教育目標に掲げる、全校生徒439人の一市中学校の活動をご紹介します。堀山校長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、一市中学校が取り組む輝きプロジェクトではどのような学校づくりを目指していますか？はい、一市中学校では夢と愛のある学校を作るをスローガンに、愛のあ、明るく心のこもった挨拶のある学校、愛のい、いじめや差別をしない、させない、優しさのある学校、そして地域に信頼された安心安全な開かれた学校を目指しています。そして生徒一人一人の人権を大切にした指導と支援を常に心がけることで、互いの人権を尊重し、いじめや差別をしない、させない、優しさのある生徒、意欲的に学び仲間と共に伸びる生徒を育成しています。一市中学校の輝きプロジェクトでは、生きる力の土台となる自主的な活動の充実を図ることを目的に、町内花いっぱいプロジェクトと IGP の2つの取り組みに力を入れています。わかりました。それでは IGP について詳しくお話を伺いたいと思います。 IGP とは一体どのような取り組みですか？はい、 IGP とは一市中学校源氏ボタルプロジェクトのことです。有志の生徒と地元の方が協力してホタルの幼虫を育て、春に近くの小川に放流します。そして初夏にはホタルがいっぱい光り輝き、地域の活性化のお役に立てればと思い、地域連携を図っています。わかりました。それでは今月に始まったばかりの IGP の様子を紹介しましょう。このプロジェクトは地元の豊田千春さんの多大な援助を受け、昨年度から本格的に活動が始まりました。自然界に生息する生き物を育て観察することで、生命の大切さを知るとともに、ボランティアとして集まってくれた生徒たちが協力し合うことで仲間づくりにもつながってもらいたいという思いが込められています。作業は昼休みを中心に週2回の水槽の水替えと、週1回近くの小川でホタルの幼虫の餌となる川ニナを採取しています。幼虫の飼育は10月初旬に始まり、来年3月7日の卒業式前に IGP のメンバーと3年生の有志で近くの川へ放流する予定です。生き物を育てるのが昔から好きだったからです。
僕は今年から参加して、去年 IGP の活動を見ていて楽しそうだと思ったので参加しました。一番の思い出はカワニナ取りで、そのカワニナを食べた幼虫が大きく成長していくのを行くのが嬉しかったです。一番の思い出はホタルの幼虫を放流しに行ったことです。ホタル祭りには行けなかったけど、僕たちが育てて大きくなったホタルが夜空を飛んでいるのを見てみたいです。この地域と中学校は大変近くにあるので、何か連携して授業を始められたと思ってこの活動を始めました。この活動を通して生徒の皆さんには地域を愛する気持ちを持っていただけたらと思っております。また生徒の皆さんにはボランティア活動でお世話になっております。今後も地域と学校で交流を深めていければと思っております。学校の近くにホタルを飛ばすということで、とても素敵なプロジェクトですね。はい、6月中旬には学校の近くで豊田千春さんを中心に地域の方々がホタル祭りというイベントを催されており、おでんやぜんざいなどの振る舞いがあり、今年はたくさんの中学生も参加していました。そこでたくさんのホタルが飛ぶことを目指しています。わかりました。それでは続いて町内花いっぱいプロジェクトについて担当の先生にお話を伺ってきましたので、ご覧ください。田中先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。市市中学校では町内花いっぱいプロジェクトを行っているということですが、これは一体どういう活動ですか？はい、このプロジェクトは園芸活動やそれを発展的に進める活動を学級および生徒会で取り組むことによって、仲間づくりを進め、生きる力の土台となる自主的な活動の充実を図っています。具体的には春と秋の年に2回種をまき、各学級ごとに当番を決め、苗まで育てます。育てた花の苗は町内の公共施設や職場体験学習でお世話になりました事業所や店舗などに寄贈し、花を育てていく輪を広げていきます。この活動には被災農林高校のガーデニングコースに通う生徒さんにも協力をいただき、アドバイスを受けながら作業に取り組んでいます。また昨年の秋に種まきをした花は、昨年度の卒業式、そして今年度の入学式に会場を飾る花としても活用させていただきました。わかりました。それでは被災農林高校ガーデニングコースの生徒による指導のもと行われた活動の様子を紹介しましょう。9月24日3年生143人により、8月に種をまいたパンジーとビオラの苗の鉢上げ作業が行われました。この日作業の指導に当たったのは被災農林高校ガーデニングコースの2、3年生11人です。生徒たちは4つの班に分かれ、各グループの高校生指導のもと、スコップを使って土を入れる作業と鉢上げを行う作業を生徒同士が分担し取り組んでいました。今年は花の苗を文化祭で販売する予定で、例年よりも早く種まきが行われました。そしてこの日はさらにおよそ2800個のパンジーの種がまかれ、生徒たちは花作りを通して自分の思いが伝え合える仲間づくりの意識が一層芽生えたようです。また市市地域にある大井小学校と長谷小学校の卒業式を手作りの花で飾りたいという思いもあるそうです。これが3回目になって技術もすごく向上しましたし、卒業式で花を飾るのがすごく楽しみです。1年に1回ずつ3年間で3回毎年高校生の人に種植えを教えてもらって、みんなで種を植えて楽しく学ぶことができました。
優しく教えていただいて、分からないところも分かりやすく教えていただいたので良かったです。僕たちは1年生から3年生まで中学生を見てきたので、1年生の時の中学生たちはとても無邪気でとても説得しがたいところがあったのですが、僕たちも中学生の成長していくにつれて、僕たちも教える方法が変わってきたところがとても、僕たちの成長にもつながっていると思いました。市市中学校はさまざまな活動を通して仲間づくりを行っているんですね。はい、市市中学校では研修テーマを仲間づくり途切れない支援ということで日々子どもたちの支援を行っています。また今年度からは小中一貫教育の推進中学校区として組織システム部会、人権教育部会、特別支援教育部会の3部会を立ち上げました。保育園幼稚園との連携も図りながら小中9年間を見通した一貫教育を推進することで未来の市市地域を担う人権感覚にあふれた子どもたちを育てることでさらなる仲間づくりと学力向上につなげていきたいと考えています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。